ちょっと僕はもう全部知ってるんですけど、自己紹介改めてください、はい、お願いします、はい、じゃあ僕からいきます。はい、はい、かっこいいね。沖縄県出身、チーム最年少の松田陣です。よろしくお願いします。イエーイ、沖縄県出身、はい、嬉しい、嬉しいな。はい、INI の犬っぽいボーカル担当の藤巻京介です。よろしくお願いします。藤巻くん。はい、INI の最近雑誌にちょっとハマりつつあるんですけれども、うんうん、あの電子書籍でちょっと貯めようか、うん、紙で貯めようかちょっと迷い中です。お願いします。わかる。かわいい。迷うよね。迷うよね。迷いますね。プーリュー出とる間あんまり分からんねやろ、どんな状況になってるかみたいな。いや、全く。その時はあの携帯の方をちょっと募集されてたので。これおもろいわ。携帯募集されるの、はい、いかつない。だから分からへんねんな、自分らが今日本中でどんだけ話題になってるか。終わった時に、あ、オリンピックやんのってか、あれって。いや、それは知らなすぎだよ。いや、ほんまそうやね。もう浮世離れ、それはそれは何年か前から分かったことデビュー前にさ、ダンスってどれくらい練習するの？いや、あれ相当やってるやろ。毎日のように練習するの？一応その韓国に合宿を行かせていただいて、それが約まあ3ヶ月くらいの期間行かせていただいたんですけど。だからこの6月から韓国に1回潜るというか。そうですね。韓国でがっつり合宿。そうです。合宿ってさ、どういう毎日生活なの？一応タイムスケジュール、朝がもう9時か10時くらいから夜の10時11時くらいまでずっと練習するの？ずっと1日中こう練習を。それって回ってんの？なんかカメラって回ってほとんど回ってないです。もうただただ部活やじゃん、はい、え、基本もう歌とダンスの練習。そうですね。毎日10時間ぐらい、はい、マジですごいわ。だってもうそれが分かったもん、あの見た時に。田島君は？僕はオーディション受ける前は、うん、あの韓国で2年間練習生をしていて。マジで？え、JYP？じゃないです。俺トゥワイスめっちゃ好きなのよ。ワンスで。マジで。でもそう辞めてしまって、じゃあオーディション受けようかな、もう一回受けようかなと思ったり、やっぱ日本に戻って違うことを やってみようかとか、いろいろ選択肢がある中でプデューがあるっていうことを聞いて、タイミングよくそれで受けました。だからこう人力車でやってたけど吉本。えって。俺はもうめちゃくちゃ好きやったのよ。ありがとうございます。マツダ君は特別プロフィームもあるって。逆あ、かわいいね。今撮った。今日めちゃくちゃ練習してきました。工藤新一のものはこれだってコナンの。はい、そうです。いいの？ちょっと、いや、めちゃくちゃ緊張してきたわ。練習してくれたんならね。いきます。あ、有名なシーンやります。パロワ。すいません、もう一回いいですか？ちょっと。ちょっとかわいい。あのセリフ忘れちゃって。すいません。緊張すんねん、俺らも。かわいい。かわいかった。もう一回いきます。何回でも見れるから。はい。パロワ。厄介なんだよ、おめえは。厄介な難事件なんだよ、おめえは。はい。もうちょっとやばい。俺らがあのコナンあんま見たことない。ごめん、コナンはもうだいぶしばらく見てなくて。でも似てそうやった。似てそう。声変わって、声変わってたからちゃんと。そうそう。次もちょっと来た時やろうかなと思って。いや、もう大丈夫。介護関係の用具、車椅子とかそういう器具の、こうレンタルの営業をしてました。なんかいい、いい、お前ほんまええー、のそんなん言うて、お前聞きたそうだ。せっかくだからさ、ちょっといい、少しだけ歌わせていただきます、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと知ってるかわかんないですけど、ちょっと歌わせていただきます、うん、はい、もう何でも何でも、はい、ラブソングを君に送るよ。マジで切ない恋の歌。ちょっと待って。ありがとう。俺らが M1 で準優勝した時のネタやんけ。準優勝してねえよ。ありがとう。俺らのネタを。嬉しい。すいません。嬉しい。
一応じゃあ本人も歌ってもらっていいってマジでいいんですか。マジでやばいよ。聞きたい。あ、じゃあ一緒に行こう。一緒に。それやばいわ。それはマジで羨ましいわ。うん、じゃあ一緒にいい、じゃあ、はい、いい。はい。ラブソングを君に送るよ。マジで切ない恋の歌。めっちゃええ歌よ。めっちゃいい歌じゃん。そりゃ美になるわ、こんなええ歌歌ったら。いい歌だな。全然カバーしてなんか出してくれたかも。なんかさ、ちょっと最後に、うん、なんかこう、うん、これからやってみたいこととかさあ、確かにね、会いたい人とかいたら教えてよ。あ、確かに出たい番組とか会いたい人何でもいい、何でもやってみたいこと、なんかある。まず INI なって、うん、でも本当に今ミニの皆さんにマジで会いたいですね。完璧なこと言うね。完璧やない。本当なんです。でも本当そうやね、はい。